この建物だからな、コンクリート。ここはどうなんですか？だからそこが避難場所だったのが、途中からここでも危ないってだけで、この道路を歩いて。で、結局かぶったんです、ここは塩水ね。斉藤さん、床下浸水。一応左に行くとね、渡り大橋からね。はい。あれがほら、ジョーバルト。あ、これが人の人たちの命を救った津波のヘドロが入った田んぼですね。常磐道の下のトンネルから水が入ったそうです。農業、フェンス壊れてます。それから杉が色がおかしいですよね。フェンスがまだ揃ってない。あ、本当ですね。今荒浜へ行く途中ですけれども、津波の爪痕が残ってます。完全に曲がってます。ちょうど私の肩口ぐらいでしょうか、堆積物が壁に引っかかっています。各地に水が上がってるんですね。渡りの定置部です。入ってるのが津波堆積物ですね。阿武隈川にかかる渡り大橋、最後が多分低山堀なんですね。橋の下に大西洋の水平下になっています。で、右手が荒浜です。したわけですね。堤防を越えて堤防を洗ったんで壊れてるんですね、これ。この間地震あって津波堤防が出た。津波の堆積物がやっぱり入ってますね。水がですか？